りながらやったんだよな。最後ちょっと離れたね。ちょっと周り振っちゃって予定しただけよ。最後残りでまた振ってやるしだよ。それ感想ですか。感想で聞けなかった。今年はあんまり少なかった。少なかったから。ここの方でいいですか。ここ。マルチの。はい。ここだ。隣。それではこれから PH の野外測定を始めます。取ってきた生土を 10g 取ります。必ずしも 10g でなくてもいいんですが、土と溶液の比が1対 2.5 になるようにします。ですから土を 10g 取った場合は溶液は 25ml ということになります。取った土をこのようにネジ蓋がある容器ですと扱いがいいです。はい、今回はこのように理化学用のネジ蓋付き容器を使いますが、このように焼酎のワンカップなどでも大丈夫です。次にこの溶液 1mol/L の塩化カリウム溶液を加えます。25ml を取ります。取ったら振り混ぜます。だいたい20秒ぐらい振り混ぜるとよろしいです。振り混ぜてから、本当は1時間以上待って測定するということになっていますが、だいたい10分ぐらい待てば測れます。今から測定がかかります。測定はこの理化学用の携帯型 PH メーターを使います。この PH メーターだいたいお値段が2万数千円ぐらいです。野外ではこういうしっかりしたものを使った方がいいですが、持って帰って室内でやるときはしっかり合わせれば数千円で通品新販売で買えるような PH メーターも使えます。はい、この PH 計使う前に標準液で合わせる必要があります。標準液での構成を行います。まず PH7 の標準液を入れて、構成のボタンを押します。すると機械が構成操作を始めます。はい、PH7 の構成が今終わりました。次に PH4 の構成液で構成をします。 PH4 の構成液を入れて、構成ボタンを押します。測定するときですね、一回一回この PH 計を洗うわけですが、洗うのに使う水は水道水でもおそらく大丈夫ですが、今回はこの薬局で130円ぐらいで売ってる精製水というやつで洗います。これだと純度が非常に高くて、普通の実験室の実験用の蒸留水に劣らず使えます。
塩化カリに KCLPH の方を測ります。一応1回ぐらい共洗いをして、共洗いをして、測定ボタンを押します。測定に入りました。今だいたい 4.49、4.48 ぐらいを値がうろうろしています。はい、4.48 で止まりました。サンプル1の KCLPH 4.48 です、はい。それではあれした振った順に行きますので、次はサンプル1の水 pH、 pH H2O を測ります。サンプル1の、今度は pH H2O です。普通はこの水 pH、 pH H2O の方が pH KCl よりも高く出るのが普通です。というのは pH KCl というのは土壌中の酸性物質を抽出して測っている値だからです。5.59、じゃんじゃん行きます。普通の暑い山に降ってみて、効果広がったんで、たまよりとかを寒くするしてみた、はい、したら、日本の味もすごく長く三角でやっても、はい、まあまあ大丈夫だったから、安心したいなと思います。ここはまた、これから野菜とか、この後、塩との相撲で丸く貼ってみるのが、お天気から言い訳なんだよ。はい、はい、あ、おい、おい、おい、向こう、あってるな。